サバンナは1818 18年にアメリカ合衆国で建造された外輪の蒸気エンジンを備えたホブネ。1819年5月から6月に大西洋を横断し、大西洋を横断した最初の蒸気船として知られる。ただし航海の多くは搬送であった。この歴史的な航海にもかかわらず、貨物を犠牲にしたエンジンと燃料の積載スペースと、 革命的な蒸気駆動を受け入れることへの不安から商業的な成功を収めることはなかった。当初郵便船として建造されたが所有者の財政悪化によりヨーロッパからの帰還直後に純粋な小ネへと変更された。サバンナは1821年ニューヨークのロングアイランドで難破した。サバンナの大西洋横断以降39年間。 大西洋を横断したアメリカ船隻の蒸気船は一隻もなかった。二隻のイギリスの外輪の蒸気船、イザムバード・キング・ダム・ブルネル設計のグレート、ウェスタント・メンジース社のシリウスが1838年にニューヨークに向かって船着を競ったが、いずれも蒸気のみでの航海であった。サバンナはニューヨークにある造船所で帆船として建造されていた。この船が 先代にある頃、船長モーゼス・ロジャースは、サバンナ蒸気船会社の財政支援を背景に、この船を購入。世界初の大西洋横断蒸気船という名声を得るために補助蒸気機関を追加した。サバンナの改造は無事成功し、蒸気機関と外輪が増設された。マストと双半装置の設置は、モーゼスの遠いとこで後に議定となる、スティーブンス・ロジャースが監督していたが、 機械設備の設置はモーゼス自らが監督した。サバンナが大西洋を横断した際、そのほとんどを保に頼っていたため、1833年に横断した蒸気船ロイヤル・ウィリアムが蒸気船による最初の大西洋横断であるとする文献も存在する。なぜなら、ロイヤル・ウィリアムは完全に蒸気機関だけの横断を達成したからである。また、英国で建造され、 オランダが所有していたキュラサオは1827年に横断する際、数日間にわたって蒸気機関を使用したため、これが最初の蒸気船による大西洋横断だとする文献も存在する。サバンナのシリンダーにはニューヨークに拠点を置くアレアアイアンワークス社のものが使用されたが、蒸気機関自体と外輪はニュージャージー州に拠点を置くスピードウェルアイアンワークス社のものが使用された。 蒸気機関は直接作動で90馬力の低圧のもの、シリンダーは直径1メートルのものが使用されていた。サバンナの蒸気機関と機械系統は当時ではかなり大型であり、モーゼス・ロジャースは浸水後に適切なボイラーを見つけるのに苦戦した。中鉄でできた外輪の直径は16フィート、一つの外輪に8つの羽根がついていた。また、燃料については、石炭75トン。 材木25コード尺締めを搭載できた。サバンナの図燃料の搭載量が少なかったため、サバンナの蒸気機関は海がないでいて穂だけでは4の問いかしか出せない場合に限って使用された。使用していない間に蒸気機関が傷むことのないよう、外輪の羽は棒の代わりに鎖で繋がれており、外輪を折りたたんでデッキに保管できるようにしていた。同様に外輪の保護具も 金属の枠に布を貼って作られており、必要のない時には格納できるようになっていた。この外輪と保護具の格納は15分未満で行うことができた。サバンナは取り外し可能な外輪を備えた唯一の船としても知られている。サバンナの外角と作具装置は公会長スティーブンス・ロジャースの監督下で建造された。この船はロイヤルマストとロイヤルセールを除いては、 通常の小ネと同じ作具装置を備えていた。現存するサバンナの図を見ると、蒸気機関とボイラーのスペースを確保するために、メインマストが通常よりもはるかに線尾寄りに付けられている。サバンナには二人部屋が16室設けられており、定員は32名であった。また、女性用の区画は男性用の区画と完全に分離されていたと報告されている。 談話室は3カ所備え付けられており、絨毯やカーテン、鏡で装飾されていた。特別室は大きく快適で、その内装は郵便船というよりもむしろ豪華客船に近いものであった。サバンナが大西洋横断航海を始める前、蒸気船はニューヨークで蒸気の管をと呼ばれ、船長モーゼス・ロジャースは乗組員を集められなかった。そのため、 企定のスティーブンス・ロジャースが故郷のコネチカット州ニューロンドンへ赴き乗組委員を集めた。1819年3月22日、サバンナはニューヨーク港で約2時間の試験航行を行い蒸気機関の性能を確認した。3月28日の日曜日午前10時、サバンナはニューヨークを出港し拠点となるジョージア州サバンナへと向かった。この朝、 サバンナは午前11時に初めて蒸気機関を使用したが30分後には工天により船長判断で外輪が格納され搬送に再転換した目的地には4月6日に到着した207時間の航海の中で蒸気機関を使用したのは41時間半であったまた到着は午前4時と早朝であったのにもかかわらず大勢の群衆が サバンナの到着を迎えた。合衆国大統領、ジェームズ・モンローは、大西洋航海直前のサバンナに乗り、短期航海をした。サバンナ港に、蒸気船サバンナが到着して数日後、偶然にも合衆国大統領、ジェームズ・モンローが造兵省などの軍事施設の視察のため、サウスカロライナ州チャールストンを訪れた。これを耳にしたサバンナの所有者、ウィリアム・スカーブラフは、 大統領をサバンナ港までの航海に招待するため、チャールストンまで北上する、要船長ロジャースに指示した。サバンナは4月14日に、チャールストンへと出港し、2日後に到着した。スカーブラフの招待状が大統領へ送られたが、地元住民は、ジョージア州の船で大統領がサウスカロライナを離れる、ことに反対したため、モンロー大統領は後日その船に乗ることを約束し、 サバンナは一度母港へ戻ることとなった。4月30日、サバンナは母港へと再び出港し、27時間後に到着した。5月7日、8日にサバンナは石炭を搭載し、11日にモンロー大統領が約束を果たすために訪れた。大統領が乗船した後、サバンナは午前8時に港を出発、タイビー東大へと向かい午前10時30分に、 到着、午前11時に帰港した。モンロは、この乗船を満喫し、合衆国の船が蒸気船最初の大西洋横断に、挑戦することに対する情熱を所有者スカーブラフに、語った。また、モンロは、サバンナの機械設備にも簡単し、大西洋の横断後には、首都ワシントン DC までこの船と一緒に来てほしいと、スカーブラフに伝えた。そうすれば、 連邦議会がこの船を調査し、キューバ海賊の対象用に購入を検討するだろうと述べた。モンロー大統領の乗船から数日後、サバンナの乗組員は、船長モーゼス・ロジャース、航海長スティーブンス・ロジャースと共に、大西洋横断航海の最終準備に取り掛かった。5月15日の大雨の際には外輪に軽度の損傷が発生したが、船体は問題なかった。 選手は乗客と貨物の安全を確保するために最大限の努力をしていたが、このような前人未踏の後悔に自分の命と財産を預けたいと思う者は全くおらず、当初は乗客、積みに集めに苦労した。5月19日、地元住民に対して翌日出港する旨の広告がなされたが、飲酒した乗組員のタラップ落下事故により2日延期された。 その延期にもかかわらず、結局乗客は一人も現れないままであり、この公開は純粋な実験公開となった。 5月22日、蒸気船サバンナは、サバンナ港から出港し、数時間以内にタイビー東大に寄港した。そして、5月24日午前5時、搬送と外輪航行を併用したサバンナは、イングランドのリバプールを目指して出港した。同日午前8時には外輪を格納し、搬送のみに移行した。29日には、スクーナ船コントラクトがサバンナとすれ違った。 サバンナから煙が上がっているのを見て船長は火事を疑い、様子を伺うために数時間追跡したが、結局見失ってしまった。その後、コントラクトの船長は煙を上げていた船が、大西洋横断航海中の蒸気船であると、結論付け、ヤンキーの技術と冒険心による誇らしい瞬間であると称賛を表した。6月2日に、ホブネプリュートとすれ違った際、 航行速度は9ノットから10ノットに達していた。船長ロジャースからサバンナの航海が順調であることを知らされ、プルートの乗員は万歳参照をした。その後18日までは他の船とすれ違った記録はなく、19日にアイルランド沖で英国軍のカッター船カイトとすれ違った。カイトの乗員もまた3週間前のコントラクトと同様にサバンナが火事であると考えて、 数時間にわたって追跡した。しかし、サバンナに追いつけなかったため、カイトは警告砲撃まで実施し、船長ロジャースはサバンナを停止させた。その後、カイトが追いついて、林権の許可をロジャースに求め、その許可が降りた。イギリスの船員たちは、林権により、好奇心が満足したと述べた。サバンナの燃料が尽きたために18日時点では、 航空への寄候が熱弁されていたが、結局6月20日にリバプールへ到着した。到着した際には数百隻の船が、この珍しい船を見ようと出てきた。その中には、英軍のスループ型軍艦の姿もあり、ある士官が簡板に居合わせた、航海長のスティーブン・ロジャースに呼びかけた。後日、コネチカット州のニューロンドンガゼット氏がその様子を、一家のように伝えている。 主官がロジャースに、マスターは、どこにいますかと尋ねたのに対し、彼は、マスターはいませんと簡潔に答えた。では、キャプテンは、どこにいますか彼は下にいます。会いたいですかええ。呼ばれて出てきた船長が要件を聞くと、主官は、なぜそのような旗を掲げているのですかと尋ねた。船長は、私の国が認めているからですと答える。 我々の指揮官は彼を侮辱するためになされたものだと考えています。もし旗を下ろさなければ、そうさせるための部隊を派遣するでしょう。するとロジャース船長は、機関士に向かって、温水機関の準備をしろと叫んだ。そのような機械は搭載されていなかったにもかかわらず、狙った通りの効果があり、ジョンブルはおのずからできるだけ、早くこぎ去っていった。 リバプールに近づくにつれ、サバンナは、布団や家の屋根の上に押し寄せた群衆から歓迎を受けた。午後6時に怒りを下ろし、29日と11時間の公開は終了した。なおこの公開の中で、蒸気機関を使用したのは、全体の11%に当たる合計80時間であった。サバンナがリバプールに停泊していた期間、数千人もの人々がこの船を見学した。 その中には、陸軍や海軍の士官、また地元の名士も含まれていた。ただ、米英戦争の終結からまだ10年も経っていない時期であったため、中にはこの船がナポレオンをセントヘレナ島から救出しようとしているのではないかと疑う者もいた。なぜなら、ナポレオンの兄弟であるジュロームが大西洋航海に対して多額の資金を拠出していたからである。 サバンナは25日間にわたり、リバプールに停泊し、乗員集めや船の再塗装、蒸気機関の試験、燃料と物資の補給などを行った。そして、7月21日、サバンナは、ロシアのサンクトペテルブルクを目指して、リバプールを出港した。サバンナは8月9日に、デンマークのヘルシンゲルに到達し、検疫のために5日間寄港した。そして、十四日に、 スウェーデンのストックホルムへ向かい、バルト海を航行した最初の蒸気船となった。8月22日にストックホルムに到着し、28日にはスウェーデンのルウェーの王子が視察に訪れた。9月1日には体験公開が実施され、アメリカ合衆国や他の国の大使や貴族などが参加した。ストックホルム港滞在中、スウェーデン政府が サバンナの購入を提案したが、モーゼス・ロジャースは、この提案を拒否した。しかし、スウェーデン王ーカール14世イヨハンから、出港前に、贈り物が贈呈された。9月5日、サバンナは、ロシアのクロンシュタットを目指して出港し、9日に、到着した。リネドック教から船長モーゼス・ロジャースに贈られた銀の、コーヒーメーカークロンシュタットにおいて、ロシア帝国は、サバンナと、 船長ロジャースを金時計や2脚の鉄椅子で歓迎した。サバンナはさらにサンクトペテルブルクへ向かい、9月13日に到着した。このリバプールからサンクトペテルブルクまでの区間では、頻繁に蒸気機関を利用し、その利用時間は241時間であった。サンクトペテルブルクにおいて、中ロシアアメリカ大使館は、著名人をこの船の見学に招いた。そして、 9月18日、21日、23日にサバンナは蒸気機関を用いた複数回の体験公開を実施し、ロシア皇室やその他の軍人を含む著名人が乗船した。ロシア帝国もスウェーデンと同様にサバンナの購入を申し出たが、モーゼス・ロジャースは受け入れなかった。9月27日、28日、サバンナは合衆国へ戻るための石炭や 物資の積み込みが行われた。出港前、サバンナでリバプールからサンクトペテルブルクまで同行したスコットランドのリネドック卿が船長モーゼス・ロジャースと公会長スティーブンス・ロジャースに対してコーヒーメーカーと金の鍵タバコ入れを記念に贈呈した。9月29日、サバンナはクロンシュタットを出港し母校サバンナへと向かった。しかし、クロンシュタット近海で交天に見舞われ、 怒りと放射を失ってしまった。その後、改めて10月10日にクロンスタッドを出港し、17日にコペンハーゲンに到着した。その後、ヘルシンゲルでバルト海出口の通行料を支払い、ノルウェーのアーレンダールで天候の好転を待った。結局、合衆国に戻るまでの大西洋航行中は、ほとんどの期間で強風と好転に見舞われたため、 蒸気期間は40日間の公開で、ほとんど使用されなかった。そして11月30日午前10時、サバンナ港出港から6ヶ月と8日後に、蒸気船サバンナは母港へ帰還した。サバンナは母港で整備を受け、12月3日にワシントン DC へ向け出港、16日に到着した。しかし、1820年1月に母港のあるサバンナで大火が発生。 商業地区が深刻な被害を受けた。選手のウィリアムス・カーブラフとその協力者も被災し、サバンナを売却せざるを得なくなった。サバンナの蒸気機関は船体から取り除かれ、そのシリンダーを製造したアレアアイアンワークス社に1600ドルで引き取られた。そのシリンダーは同社のオーナーであるジェームズ・アレアによって保管され、後に ニューヨーク随将軍で展示された。蒸気機関の除去後、サバンナはニューヨークサバンナ間の郵便船として運用された。しかし、そのたった1年後の1821年11月5日、ロングアイランドの南岸で座礁し大きな損傷が発生した。蒸気船サバンナの功績は蒸気船でも外洋航海が可能であることを証明した点にある。しかし、当時の民衆にとって、 蒸気船はまだ概洋では信用できない交通手段であったし、そうでなくても船室の大部分を蒸気機関と燃料庫に裂かれる蒸気船は経済的でなかった。蒸気船が大西洋を定期的に横断するにはこの後20年を要し、さらに別のアメリカ船籍の蒸気船が次に大西洋を横断したのは約30年後の1847年であった。 1944年5月22日、蒸気船サバンナが大西洋航海に出港した日に合わせて記念切手が発行された。ありがとうございます。